ニュルブルクリンク24時間レース、8年目の挑戦。人を鍛え、車を鍛える、ニュルブルクリンク24時間です。現地リポートを務めます栗田香織です。よろしくお願いします。さあ、ドイツの時刻は午後3時を回り、私は今レーススタートまで残り1時間と迫ったスタートグリッドからお伝えしています。天気も非常に良くてですね、空には雲がちょっと多いかなという感じはしますが、非常に過ごしやすいです。それではここで SP プロクラス参戦の53号車レクサス LFA コード X をドライブする飯田選手、脇坂選手、井口選手にお話をお伺いしたいと思います。もう早くスタートしたいです。もう今からスタートしたらね、もうホールショットは明らか取れんじゃないかなと思ってますけどね。今スタートしたくてワクワクしてます。はい、続いて SP8 クラス参戦の48号車レクサス LFA をドライブします石浦選手、木下選手、大島選手にお話を伺いしたいと思います。4人で力を合わせて完走を目指して頑張りますので、24時間先を、ね、見据えてレースを組み立てていきますので、そんな我々の、ね、クレバーな戦い方を、ね、見てもらえれば、皆さんが、ね、完璧にレースを作り上げてくれるので、僕はもう淡々と走ればいいかなと。はい、続いて SP3 クラスの86のドライバーの方にインタビューをお伺いしようと思ったんですけれども、レースまでもう間もなくということでちょっと難しいようです。すみません。さあ、それでは世界一過酷なスポーツカーの頂上決戦、ニュルブルクリンク24時間レース、まもなくスタートです。さて、ここからは現地の映像でお送りしていきますけれども、まずは今スターティンググリッドが出ています。予選で、マトプサーティの最終的な予選も行われたんですけれども、ポールを取りましたのはマクラーレンでありました。そして BMW の Z4、 そしてアウディの R8、 メルセデスの SLS とドイツのメーカーがこれに続いていまして、日本から参戦しています日産の GTR は80号車が10番手スタート、そして30号車は15番手だったんですけれども、5グリッド降格のペナルティというのもあったようですけれどもね。以下ご覧のようにずっと続いていますが、レクサスのガズレーシングのマシンですけれども、 LFA48 号車の方は27番手スタートということになるようです。さあ、これがポールポジションを取りましたマクラーレンの MP4 トヨロブシーの GT3 マシン。服部さん、まあ、ここ数年ですね、ニュルブルクリンク24時間レース、非常にハイスピード化が進んでいて、はい、特にこの GT3 規定の車両が、はい、主役になってからですね、本当にドイツのメーカーの覇権争いみたいな状況になってますよね。はい、そこに日産 GTR の GT3 ですね、はい、入って、はい、GT3 グループっていうのは本当、はい、スピードはやはり日本でもね、うん、スーパー GT も、スーパー耐久でも出てるんですけど、はい、スピードはやはりすごいありますからね。で、大輔選手が出られた頃は、僕も実は2005年に一度行ったことがあるんですけれども、まだ古いミニとかですね、小さい車も出てたんですが、今はレギュレーションで1750cc 以下の車も出られない、それから10年以上経過した車も出られないみたいなレギュレーションがあるみたいですね。だからこういったその GT3 みたいなレーシングカーみ、はい、と呼べるような車は、はいはい、本当数台しかいなかったんですよ昔はね、はい、それが今やもうこんだけ台数がいて、はい、で
もうここ峠みたいなサーキットなんで、そうなんですよね、はい、それを考えるとそのあんまりこうレーシングレーシングした車ってふさわしくないイメージがあったんですけど、はいはいはい、今やポール取ってるのがあの形をしたマクラーレンなん で、 本当ですよ、ね、それに驚いてますね、はい。さあということで日本からの挑戦者も今回は非常に良いニュルブルクリンク24時間レースです。さあ現地では今フォーメーションラップがどうやら始まりました。さあそして間もなくあと30秒ほどで現地時間午後4時になります。今セーフティーカーが離れました。ゆっくりと隊列を整えた各マシンがこれからグランプリコースの方に入ってスタートラインを横切ってスタートということになるようです。マクラーレンがこの隊列を引っ張ります。そのすぐ横に BMW の Z4、 そして今マクラーレンポールポジションのマシンが加速をして24時間レース、ニュルブルクリンク24時間レース第42回大会が今スタートを切りました。さあまずはポールポジションのこのマクラーレンがいいスタートを決めて後ろをちょっと引き離して1コーナーにへと入っていきます。しかもこれ175台いますから、これ1回では、完全にスタートが切れません。このため3グループに分けてスタートしていくということになります。あ、さっきこれピットに入ったポルシェですけども、いきなりガレージですか、6号車ん、これはどういうことだったんですかね。あ、もうこれエンジンからオイルを今猛烈に撒き散らしてますか。これいいんですかね、これピットまで帰っちゃったんですかね。これで水ですか。水だったらまだいいですけど、ちょっとあの出方水のような気もするんですかね。湯気も出てましたからね。あ、これは GTR だ。どっち。あ、80号車です。85車、あれハイドフェルト組のこの10番手スタートだった GTR が、さっき当たったやつですか。当たった、先ほどグランプリコースでオープニングラップで接触がありましたが、これがその10番手スタートだった GTR だったんですね。いや、これはなんともったいないことか。さあそしてこれがセカンドグループですかね。スバルがいる第2グループですね。あ、このスタートですね。 STI のスバルが見えてますね。さあ今この第2グループもスタートをしていきます。まあ、この辺りはいろんなクラスの車が、まあ、こう入り乱れてるっていうんですかね、そういう状況ではありますけれども、元々のニュルを走ってるクラスが、まあ、このクラスなのかなっていう感じですね、はい。あ、それからこれが GTR ですが、左のフロントサスペンションまでちょっとダメージがありますかね今。さあそれからこれが第3グループですね、はい。まあ、このクラスはやはりアマチュアのドライバーがたくさん、出ているクラスということになりますけれども、ただここに今年はですね、マツダが、ロードスターを投入しているということで、これもちょっと面白いですよね。そうですね。ああ、いきなり危ない、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 この24時間です。当たってる壁に何をするかな、いきなり先は長いですよ、ここでぶつかっていきなり壊すよりは安全に行った方がいいとは思うんですけれどもね。ある意味そのアマチュアドライバーが多いっていう意味では、はい、ここグループでスタートするのは結構怖いですね、これね。さあこれはトップのマクラーレンです。さあこれで一周やっと戻ってできたって感じですね、はいはい。ほぼほぼ3分間隔で3グループがスタートしたんで、はい、まだちょうど今からグランプリコースからオールドコースに行くのがある3グループ目の後半ですね。そうですね、今、はい、そういうことですね、見えてる、はい。今これトップがちょっと引き離しかけてるんですけど、はい、今回あっとスピンしたぞ、 Z4 ですかね、はい、1台オールドコースで出るところですか、はい、いや、1コーナーです。あ、1コーナーです。あ、ここだ。あ、1コーナーなの
クランク状になっているところで25車ですかね今。あ、そして GTR 出ました。タイヤだけの問題だったかもしれませんね。まあ、ただまあこのね24時間のうちの1周半ぐらいですから、はい、まあ、中途半端にパッとタイヤだけ変えていくよりはチェックした方が全然いいと思います。さあこれねもうどんどん周回遅れが出てきてるんですけど、あのちょうど3グループ目にスタートした車と1グループ目では速度差が本当ですよね、かなりあるんで、今ちょうど宮田が映ってますね。あ、本当ですね。あ、これが松田のロードスター。はい、危ない、怖いぞこれは。4台5台がこう一塊になってこれほぼほぼ300キロですよ。周回遅れの車をかわしていきます。あ、これは80号車がさっき接触したシーンですね。この左側のアウディと今切り込んできたところで当たって左フロントを痛めたと。接触によるバーストですね。あれ25号車これ2番手にいたマシンですよね。これ接触だ。何か遅い車をかわそうとして接触しましたか。これですね、車載映像。あ、違う。あ、自分からスピンした。自分からスピンしてますか。ブレーキ。リアが急に流れましたね今ね。あっと、そしてこれが接触。これはスバルじゃないですか。大丈夫かな。あ、これ23号車のメルセデスも当たったんですね。あ、BMW ですね。失礼しました。ブルーのカラーですね。あ、ちょっとこれなんか上位陣っていうか、もったいないですね。そうですね。あ、これはかなり激しくぶつかってますね。これ逆にあの試験員のところなんかオイル巻かれてたりとかってあるんですかね。試験員だけじゃないかもしれないですね。コース車。あ、これトップのマクラーレンも接触。マクラーレンが当たって、それの煽りを食らっちゃったっていうやつですね。で BMW がクラッシュ。これで避けられ、あ、後ろでスピードダウンした車に。避けようとした車に23号車が当たったんですかね。はい、服部さん、あれはあの GT のレギュレーションではもう重いペナルティーを受けるパターンですね。マクラーレン、あれそうですね、コーナーの入り口で抜き切ってないのに外に出ちゃったっていう。そうですよね。はい、あの500と300でやるとペナルティー食らっちゃうパターンですね。はい、始まって30分ですか。そうですね。ここもだから不思議ですよね。何かそのオイルが巻かれてるとしか考えないですけどね。あ、やっぱりここちょっと、ね、滑ってますもんね。ここも滑って、でその後から来たメルセデスですね。これ12号車メルセデス、あの全然違うとこから来てますね。来てますね。でもこれさっき の、 あの25号車の BMW と同じパターン で、はい、でね、そこにたまたま車がいたっていう。そうですね。さあ、先ほど接触がありました。このトップを行きますマクラーレンです。あ、ピットに入りましたよ。これはちょっとやっぱり早いですよね。さっき接触があったのでその確認ということでしょうか。まだ3周終わって4、まだ、まあ、どっちにしろ5ラップも行ってないですよね。行ってないと思いますけどね。これで4周目じゃないですかね。だけど、あ、ルーティンじゃないですね。下にやはりかまして1回しまう、ね、さっき接触しましたからその確認チェックが必要なんでしょう。さあ、ということでこれで19号車の BMW がトップに立ったということですか。BMW スポートティームシューベルト復帰ですから、ね、ルーティンのピットだったんですね。ですかね。一旦ピットに入りましたけれどもガレージに入れることなくチェックだけして、そうですね、まあ、あの給油して出したということですかね。これはね。さあ、スタートからまだ1時間経っていない状況なんですけれども、まだ40分少々というところで結構あちこちでいろいろとね起きてますよ。またこれでクラッシュだ。これ今あの完全にイエローが出ているところで、これ1台ストップしているのはバイパーかな。あ、ここで、あ、気づいたのは遅かったんですよ。危なかったですね。これセーフティーカーというかあの、ね、マーシャルカーにもぶつかりそうでしたね。ギリギリでしたね。その前にイエローが出てるはずなんですよね。これはあのバイパーのグリーンのバイパーのドライバーがちょっと気づくの遅すぎですね。
さあこれ5ラップ終了時点の順位です。やはり19号車がトップ、4号車、14号車、1号車、26号車、22号車というふうに続いています。